はい、どうもファミツアップのコメチンです。コウモリの群れチャレンジが始まるというところで、6月の23日の16時、明日ですね、明日の16時からコウモリの群れチャレンジが始まります。今画面にも映ってるんですけれども、ドラフト形式といった形で、まあ、お互いカードを1枚ずつ選択してデッキ作っていくやつですね。まあ、実力も必要なんですけど、ある程度の運も必要になってくるといったところで、こちらへと12勝すると合計で550枚のコウモリの群れが手に入るといった形になっております。コウモリの性能の紹介なんですけど、もうね、ダークネクロでコウモリ皆さん見られてると思うんですけど、今回はコウモリ4体だけの単体ユニットといったところで、コストは2、スケルトンと同じ HP と攻撃力を持ってます。で、飛行ユニットなんですけど、移動速度かなり速くて結構使い勝手いいんじゃないかなって個人的に思ってます。というのも、今ローリングウッドとか採用率高いと思うんですけど、そのローリングウッドに当たんないっていったところで結構生きてくるんじゃないかなと思っております。で、今回実際ね、一回このドラフトチャレンジバサラさんとやってみたいと思います。はい、これ一発撮りなんでね、勝つも負けるも分かんないんですけど、バサラさんはどんなチョイスをしてくるのか、いやー迷うなぁなんですか、何をピックしたんですかね、バサラさんはいやー、多分コウモリね、どっちかには来ると思うんですけどはい、それでは4枚ピックしたわけなんですけど、残りで4枚どうなってるのかな。僕バサラさんにゴーレム送ったんで、それは注意しながらやっていかなきゃいけないんですけど、様子を見つつ、エルウィズか。結構 A カード引きましたね、エルウィズは。エルウィズはまあいいですね。エルウィズはいいっすよね。僕はもう今手札にキヨキヨさん見えてるんですけどエルウィズと2つ出たからさ、キヨキヨさんがいますよ。いやー、うわ、なかなか強カード揃ってますね。コウモリいないですね。あ、でも僕にコウモリいますね。あれコウモリ送りました、僕に。送りました。あ、なるほど。うわ、ライトニング、ここで僕はスケラとコウモリの群れをこうやっていきます。うわ、ザップ効果で、あ、でも結構ダメージ入ってる、結構ダメージ入ってる。痛い。ファルチェとエルウィズはずるいっすよ、バサラさんコウモリ送ったからね、ファルチェの方がいいかなと。まあね、確かに戦略的なね、まあ、そういうね、ドラフトピックは相手に送ったカードに対して有利取れるカード選んでいくっていうの大事ですからね。ここでバサラさんは主軸のカードのゴーレム展開。僕どうやって守ればいいんだろうな、これライトニングあるし。マジか、これライトニングは気をつけなあかんのですが、お、一発入った。あー、やばい、バカダメージでキヨキヨさんがやられる。俺のキヨキヨさんが、なかなか、おー、つらい、つらい。なんとか守りきれるか。守りきった。おお、防衛ライトニング、バサラさんガチっすねもうバサラさん無言っすもんいやー、縦ユニット一つ欲しかったな。まずいっすね。もうここでゴーレムを出したということは、おー、ライトニング、あ、やべ、お、結構入ってる入ってる。お、勝てるんじゃ、おっしゃいといった形でねガチョ、バサラさんファルチェ途中から見なくなりましたといった形で、はい、ドラフトピック1回戦ってみました。まあ、こういった形で12勝を目指していただいて、コウモリの群れ550枚をぜひゲットしていただきたいと思います。それでは1回
コウモリの群れを使ったリプレイもありますので、そちらも見ていきましょう。それではリプレイ見ていきます。はい、バッサラさんが使うのはあれですね、ボーラースケラ、結構いやらしいデッキとなっております。僕が使うのは バルキリーとマスケットを入れたホグライダーのデッキですね。ちょっと1年前ぐらいかな、チーフパッドさんが作って流行ってたやつにコウモリ加えたやつになってます。まあ、序盤バサラさん早速ベビドラとスケラを展開していくんですけど、ここはバルキリーでターゲットを受けつつ、コウモリをちょっと側面に出してあげることでベビドラ処理のスピードをちょっとはめました。敵の範囲攻撃持ちのユニット、スケルトンと同じ HP なんですぐやられてしまうので、範囲攻撃持ちのユニットがいる場合はターゲットがどっちに向いてるのかっていうのを確認しつつ出してあげるのがいいかなと思います。あと全然コウモリの群れの話じゃないんですけど、今僕マルチで使ってるデッキもスケルトン弱くなってからゴブリン入れてて、結構そのゴブリンがいい仕事するんですよね。スケラの処理早かったりとか、ザップでやられないっていうのが強いですね。ローリングウッド打たれても2コスと2コスのトレードなんで結構いい感じですね。ここでエリポンはポイズン右のタワーにかからない位置に出してあげつつ、バサラさんは攻めの形じっくり作りつつスケラ狙っていく展開ですかね。ここはマスケット加えて端前での処理を早めます。ここコウモリを加えて、ちょっと見ていただくと分かるんですけど、ボーラーの HP ごっそり減りますよね。やっぱスケルトンと同じ DPS 持ってるんでかなりダメージは高いですね。ここで逆サイドの攻め、フリーズをかけてあげて大ダメージを狙っていくという、ここで1本先に落とすことができました。結構僕使ってるデッキは一つ一つのユニットのコストが重いんで、ダメ DPS 低いユニットはこんな感じで無視してエリクサーのアドバンテージ取られすぎないようにします。マサラさんは裏からナイトとボーラーでスケラを狙っていく形ですね。ここで攻めのトルネードですね。ここでマスケットが処理されてしまうんですが、コウモリの群れを加えてベビドラを瀕死まで追いやると。バルキリーも優秀ですね。こうやってユニット密集してると一気にダメージ与えられるんで、あと今流行ってるそのスケラとかにもバルキリー有効なんで、使ったことないよって人は使ってみるといいかもしれないですね。あとスケラの処理にもコウモリの群れ4匹いて攻撃速度も速いんで結構有効ですね。ただポイズン打たれると一瞬でやられてしまうので、敵のスペル見極めつつ使っていくのがやっぱ大事ですね。ここで試合終了といった形で、まあ、今実際試合見てもらって分かる通りかなり瞬間的なダメージ出せるんで、まあ、単体で防衛していくというよりも壁ユニットでターゲットそらしつつコウモリの群れで削っていくとか、そういう使い方がいいのかなと思います。それでは皆さん、ドラフトチャレンジ頑張ってもらってコウモリの群れどんどん使っていきましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。ファミツアップのお米チンでした。